はい。産福志士、格合格チャンネルの講師のつーちゃんです。この動画では、社会福祉士や福祉住環境コーディネーター、そして公認心理師などの福祉系、心理系の国家資格を見るだけ、聞くだけ、聞き流しで合格レベルにする動画となっております。えー、ぜひ、皆さん見て、聞いて、学んでください。それでは行きましょう。はい。産福祉士、格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。 2024年版社会福祉合格テキストの50回目ですえ。今日はですね、地域福祉の理論と方法の科目のまとめ動画になります。えー、3つ分のまとめ動画になりますのでね、えー、長いですがしっかり見て聞いて覚えてください。それでは行きましょう。2024年版社会福祉合格テキストの15回目です。地域福祉の理論と方法の科目より、地域福祉の考え方についてやっていきたいと思います。 一番です。地域福祉における地域あるいは地域社会は一般的には何を指すでしょうかコミュニティなんですね、えー。地域あるいは地域社会はコミュニティということを指すとなります。えー、では、コミュニティとは人々にとって基礎的な集団である地域空間と位置づけたのは誰でしょうかマッキーバーさんとなります。 2番です。マッキーバーは共通の関心事を達成するために意図的に作り上げた集団のことを何と呼んだでしょうかアソシエーションなんですね、えー。このコミュニティとアソシエーションの違いですね、えー。覚えておいてください。3番です。交通通信手段の発達によってコミュニティは地域という空間に限定されない形で新しく展開する。 という理論を提唱したのは誰でしょうかウェルマンさんですね、えー。コミュニティ解放論と言います。4番です。コミュニティを3つに定義づけたのは誰でしょうかヒラリーさんとなります、えー。これがですね、ヒラリーさんの3つのコミュニティ定義と言われるものです。5番です。社会の信頼、批判、ネットワークといった 社会組織の重要性を解いたのは誰でしょうかパットナムとなります。えー、これがですね、ソーシャルキャピタルと言います。6番です。地域にこだわらないメディアが作り出す共通のものに安心を持つ集まりを提唱したのは誰でしょうかガンパートさんの地図にないコミュニティというものですね。7番です。 本質意志に基づく親密で自然発生的な集団のこと。え家族や村落ですね。これを何と言うでしょうかゲマインシャフトと言います。8番です。選択意思に基づく目的を持つ人からなる集団。大都市や国民社会を何と言うでしょうかゲゼルシャフトと言います。 9番です。上記のゲマインシャフトとゲゼルシャフトの2つの言葉の提唱者は誰でしょうかテンニースさんですね。これですね。ゲマインシャフト、ゲゼルシャフト、結構重要なんでね、えー、意味と一緒に覚えてください。そして提唱者はテンニースさんですね。これも押さえておいてくださいね。10番です。地域福祉の本質は、社会関係の全体性を保持しつつ、適切な支援を行うコミュニティケア、 であると説いたのは誰でしょうか岡村茂雄さんとなります。11番です。地方自治体における福祉政策の充実や住民自治を、えー、規定に据えた自治型地域福祉を重視したのは誰でしょうか宇田菊江さんですね。自治型地域福祉といえば宇田菊江と覚えておいてください。 十里場です。地域福祉とは住民が地域の中で自立した生活を送れるように、ネットワークを広げ、必要なサービスを総合的に提供し、支援すること、と説いたのは誰でしょうか大橋検索。さんですね。十三番です。生活課題を破片的ニードと非破片的ニードに分類し、 公社に対応する在宅支サービスを充実させることを重視したのは誰でしょうか三浦文夫ですね。貨幣的ニードとか非貨幣的ニードと言われ、で、出てくれば三浦文夫さんですね。これを覚えておいてください。14番です。日常生活圏域をおおむね30分以内に必要なサービスが提供される範囲と想定しているのは何でしょうか 地域包括ケアシステムとなります。15番です。ノーマライゼーションの生みの父と呼ばれるのは誰でしょうか有名ですね。デンマークのバンク・ミケルセンですね。ノーマライゼーションの生みの親とかですね、生みの父とか、そういった言葉が出たら、もうバンク・ミケルセンしかありませんのでね、これ覚えておいてください。16番です。ノーマライゼーションの8つの原理を成分化し、 ノーマライゼーションの育ての父と呼ばれるのは誰でしょうかこれも有名です。スウェーデンのニリエさんとなります。え、海の父がですね、バンクミケルセンで、育ての親とか育ての父と言われれば、ニリエとなりますね。ニリエはスウェーデンで、バンクミケルセンはデンマーク。ですね。えー、これも覚えておいてくださいね。17番です。社会から差別、排除されている人々を、 社会へ包摂包含していこうとする理念を何と言うでしょうか。ソーシャルインクルージョンですね。社会的包摂と言います。18番です。権利擁護代弁と訳すことができる言葉で、利用者に代わって利用者のニーズを汲み取り、希望や要望を表明する支援を何と言うでしょうか。アドボカーシー。 ですね。これもですね、福祉のあの単語としてはかなり有名ですね。えー、権利用語や大トと訳すことができる言葉、アドボカシーです。えー、ここからですね、えー、日本の地域福祉の歴史についてちょっとやっていきたいと思います。19番です。1891年、明治24年、アダムスが日本で初めて設立したセツルメントは何でしょうか岡山博愛会。 ですね。アダムスといえば、岡山、白、愛、パイです。20番です。1897年、明治30年、片山千が、東京、神田、三崎町に設立したセツルメントは何でしょうかキングスレー館ですね。キングスレー館とも言いますね。21番です。1908年、明治41年、現在の全国社会福祉協議会の期限で、 渋沢栄一が初代会長であるものは何でしょうか中央事前協会と言います。22番です。1983年、昭和58年、町村社会福祉協議会の法制化は何という法律によってなされたでしょうか社会事業法の改正ですね、えー。この社会事業法改正によって、 市町村社会会福祉協議会の法制化がななされたとなりますね23番です。2013年、平成25年、生活困窮者の自立と尊厳の確保、生活困窮者支援を通じた地域づくりが基本理念である何という法律ができたでしょうか生活困窮者自立支援法ですね。これが2013年、平成25年のことです。 24番です。2016年、平成28年、地域共生社会の実現が盛り込まれた、何という計画が発表されたでしょうか日本一億総活躍プランというものですね。ちょっと懐かしい感じがしますね。えー、これが2016年、平成28年に発表された計画ですね。日本一億総活躍プランです。25番です。 2020年、令和2年、重層的支援体制整備事業の創設がなされたのは何という法律でしょうか社会福祉法改正ですね、えー。2020年の重層的支援体制整備事業といえば、社会福祉法の改正によって創設されたということですね。これも覚えておいてください。2024年版社会福祉士合格テキストの16回目です。 地域福祉の理論と方法の科目と諸外国の地域福祉についてです。イギリスの地域福祉の過程から見ていきたいと思います。1番です。1869年、UI 訪問員が貧困家庭を巡回し支援をする団体で、1800年来初頭のチャルマーズによる林友運動が起源なのは何でしょうか 事前組織協会ですね。COS というものです。まあ UI 訪問員がとかですね。そういう,もうチャルマーズによる林友運動という言葉が出てきたら事前組織協会 COS と覚えてください。2番です。1884年、バーネットによって設立された世界最初のセツルベンとは何でしょうかポインビーホール。 ですね、えー。これはバーネットさん。そして、えー、世界最初のセツルメントというワードですね。トインビーホールです。様です。1959年、ソーシャルワークの機能を検討し、ソーシャルワーカー養成家庭の整備を求めたのは何という報告でしょうかヤングハズバンド報告と言います、えー。結構ですね、イギリスとかアメリカ、何々報告というものが多く出てきますんでね。 えー、ごちゃごちゃにならないように覚えてくださいね。ソーシャルワーカー養成家庭の整備を求めた。これはヤングハズバンド報告です。4番です。1968年、ジェネラリストソーシャルワークを重視し、地方自治体の福祉関係サービスの部門を一つに統合することを提唱した報告は何でしょうかシーボーム報告と言います。 5番です。1969年、社会サービスにおけるボランティアの役割は、専門家にはできない新しい社会サービスを開発することにあると強調した報告は何でしょうかエイブス報告ですねえ。結構報告、報告出てきますね。6番です。1978年、福祉多元主義を提唱したのは何という報告でしょうか ウルフェンデン報告となります。福祉多元主義を提唱。これはウルフェンデン報告ですね。7番です。1982年、地域に着目してインフォーマルな資源を含めて、フェアのネットワークを構築し活用するコミュニティソーシャルワークを提唱したのは何という報告でしょうか バークレイ報告ですね。ここでですね、コミュニティソーシャルワークを提唱というのが出てきましたね。それだとですね、バークレイ報告となります。8番です。1988年、コミュニティケアの推進に向けた入所施設のあり方を提唱したのは何という報告でしょうか。ワグナー報告ですね。えー、入所施設のあり方を提唱ですね。ワグナー報告です。 9番です。1988年、コミュニティケアの財政責任や市場原理、ケアマネジメントの導入などを提言したのは何という報告でしょうかグリフィス報告となりますね、えー。結構本当に報告多いですね。はい、ここからですね、アメリカの地域福祉の過程についてやっていきたいと思います。10番です。1877年。 UI 訪問員が貧困家庭を巡回し、支援したのは何という組織でしょうかこれ、イギリスでもありましたね。はい、えー、事前組織協会ですね。COS です。11番です。1886年、ホイトらがニューヨークに設立したアメリカ初のセツルメント運動の拠点を答えましょう。 ネイバーフッドギルドと言います。え、これちょっと有名なんでね、覚えておいてください。え、アメリカ初のセツルメント運動の拠点がネイバーフッドギルドと言います。12番です。1889年、アダムスがシカゴに設立した世界最大のセツルメントは何でしょうかハルハウスですね。え、アダムスというものとシカゴと あと、世界最大のセツルメントというのでは覚えてください。あるハウスです。13番です。1939年、資源とニーズの調整を目指し、コミュニティーオーガニゼーションの体系をまとめた報告は何でしょうかレイン報告となります。全米社会事業報告書とも言いますね。これがアメリカのコミュニティ・オーガニゼーションの体系をまとめたものですね。 14番です。1930年代、コミュニティ・オーガニゼーションは、ソーシャル・オーガニゼーションの一つであると定義したのは誰でしょうかリンデマンさんとなります。15番です。1947年、コミュニティ・オーガニゼーションの機能とは、地域社会のニーズの充足を図ることであるという、インターグループワーク説を提唱したのは誰でしょうか ニューステッターさんですね。えー、インターグループワークセスといえば、ニューステッターさんと覚えておいてくださいね。16番です。1955年、コミュニティーオーガニゼーションについて、問題解決そのものではなく、プロセスを重視して報道を起こすことを提唱したのは誰でしょうかロスさんとなります。17番です。1968年、 既存の理論をベースにコミュニティーオーガニゼーションを、えー、小地域開発モデル、社会計画モデル、ソーシャルアクションモデルの3つのモデルに分類したのは誰でしょうかロスマンさんですね、えー。ロスとロスマンってちょっと似たような名前なんですけれども、これ、えー、区別して覚えてくださいね。えー、コミュニティーオーガニゼーションを3つのモデルに分類というのがロスマンとなりますのでね。 えここからですね、日本のことなんですが、行政組織と民間組織の役割についてやっていきます。18番です。地方公共団体、市町村や、まあ、都道府県は、社会福祉法が定める中で、地域福祉計画として、何を定める努力義務があるでしょうかはい、まず市町村ですが、市町村地域福祉計画というものですね。そして都道府県なんですが、 都道府県、地域福祉、支援計画ですね。都道府県の方が、えー、地域福祉と計画の間に支援という言葉が入るんですね。支援計画となります。えー、この二つともですが、努力義務なんですね。策定は努力義務ということですね。19番です。社会福祉法人の制度改革。 えー、2016年、平成28年の社会福祉法改正で、えー、なされたものなんですけれども、えー、社会福祉法人の制度改革5つの大きなものがあります。ちょっと表にしておりますのでね、読んでいきますね。えー、まずですね、えー、左上の一番上から、経営組織のガバナンスの強化というのがあります。これはですね、微決議官として評議委員会を必知、必ず起きなさいよとなりました。 そして、一定規模以上の法人への会計監査人の導入などが決められました。え次に、事業運営の透明性の向上ですね。これは財務書表や現況報告書、役員報酬基準等の公表にかかる規定の整備などがあ行われたんですね。公表をしなさいよということですねで。財務規律の強化もなされまして、これは公正かつ 公正、あ、適正かつ公正な支出管理、いわゆる内部留保の透明化、社会福祉充実残高、あ残額の社会福祉事業等への計画的な再投資などをしなさいよということですね。まあ、あの、ちょっと昔にね、問題になりましたね。あの、社会福祉法人というのは結構内部留保が多いというふうに見られておりまして、で内部留保をどれだけあるのかという透明化をするということと、 えー、社会福祉事業への計画的な再投資をしなさいよということが求められました。四つ目ですが、地域における公益的な取り組みを実施する責務ですね。えー、これは社会福祉事業及び公益事業を行うにあたって、無料、または定額な料金で福祉サービスを提供することを責務として規定ですね。なかなか厳しいですね。えー、そして五つ目ですが、行政の関与のあり方ですね。 諸葛庁による指導監督の機能の強化。国、都道府県、市の連携などですね。まあ、あの、指導監督をもっともっと強くしましょうよということですね。そういうことが、2016年、平成28年の社会福祉法改正で、えー、社会福祉法人の制度改革でなされましたということですね。ちょっと押さえておいてください。20番です。 都道府県社会福祉協議会の取り組みを4つ答えましょう。はい、主なものですが、1つ目。運営適正化委員会の設置があります。これはですね、わかると思うんですが、えー、福祉サービス利用者の苦情などを適切に解決し、利用者の権利を擁護するという、まあ、委員会ですね。これを適正運営化委員会というんですが、えー、この取り組みがですね、 都道府県社会福祉協議会のものなんですね。はい、えー、そして二つ目です。日常生活自立支援事業の実施主体なんですね。これは判断能力が不十分な方、まあ、知的障害や精神障害の方とか、えー、日常高齢者の方ですね、が地域で自立した生活が送れるように契約に基づき支援を行う事業となります。 そして三つ目が、生活福祉資金貸付の実施主体ですね。まあ、生活に困った方に、定格な利息にし、ね、利子で資金を貸し付けする実施主体なんですね。まあ、あのー、窓口は市町村の社会福祉協議会になるんですが、元々の実施の主体は都道府県の社会福祉協議会となります。そして四つ目ですが、 福祉活動指導員が配置されるということになりますね。これが、あの、都道府県社会福祉協議会ならではのものですね。福祉活動指導員です。この4つ覚えておいてください。はい、21番です。市町村、社会福祉協議会の取り組みを2つ答えましょう。今度は市町村ですね。一、はい、つ目が、 地域福祉活動計画の策定ですね。えー、これは市町村、地域福祉計画と相互に連携補完し合うものとなります。地域福祉活動計画ですね。そして二つ目が、福祉活動専門員の配置となりますこの。これがですね、この福祉活動専門員が市町村社協の配置で、先ほどありました、福祉活動指導員というのが、 都道府県社協に配置される。ちょっと違うんですね。これを押さえておいてください。はい。22番です。ボランティアセンターの運営主体はどこでしょうかはい。一つには限定されないんですね。社会福祉協議会や NPO や自治体や職場など広く設置されるものなんですね、えー。よくですね、問題でボランティアセンターの運営主体は NPO 法人に限る 丸かツかみたいな問題が出るんですが、特にどこがやってもいいんですね。ボランティアセンターという名のつく運営は、どこがやってもいいんです。社協がやっても、NPO 法人がやっても、自治体がやっても、まる大きな組織、まあ、職場ですとかですね。そういった法人がやってもいいということになってますのでね。これも押さえておいてください。23番です。日本における共同募金の元となったのは何でしょうか アメリカのロセス,チャーロス,チェスターで行われた住民主体の募金活動なんですね。これをコミュニティチェストと言うんですが、これがですね、日本における共同募金の元となりました。えちなみにアメリカのコミュニティチェストは1918年に起こったものですね。24番です。共同募金は事業の種類は何でしょうか第一種社会福祉事業なんですね。これもですね、テストに 出そうな問題ですね。えー、共同募金の授業の種理って何よっていう話なんですが、第一種社会福祉事業2種ではありません。第一種なんですね。25番です。共同募金は毎年誰の定める期間内に行われるものでしょうか厚生労働大臣ですね。厚生労働大臣の定める期間内に共同募金は行われるとなります。26番です。 NPO 法人は何という法律に基づく団体でしょうか特定非営利活動促進法というものですね。いわゆる NPO 法というものです。27番です。NPO 法人の活動する分野はいくつあるでしょうか ?20 個なんですね、えー。いくつあるのってわからないよってね、えー。そんな感じ、いくつでもいいんじゃないのという考えはありますが、えー、活動する分野は20 なんですね。28番です。個人や法人が寄付をした場合、課税時に優遇措置を受けられる団体で、都道府県知事や指定都市の長が認定する団体を何というでしょうか特定、あ、ごめんなさい。認定特定非営利活動法人と言います。認定 NPO 法人とも言いますね。これもですね、試験に出やすい言葉となりますので、ね、押さえておいてください。 2024年版社会福祉士合格テキストの17回目です。地域福祉の理論と方法の科目より、地域福祉と専門職について。1番です。民生委員、児童委員の任期は何年でしょうか ?3 年ですね。ただし、再任は可能となっております。では、民生委員、児童委員が任期途中で交代があった場合はどうなるでしょうか 公認者の任期は、前任者の残忍期間となりますね。えー、要するに、前任者が1年で、まあ、辞めてしまったと、えー、交代しなければならなくなった場合は、公認者は、えー、期間は2年間ということになりますね。まあ、ただし、再任が可能なんで、えー、結構再任される方が多いということですね。2番です。民生委員、児童委員は、職務の遂行に際し、何が課されるでしょうか 主費義務となります。3番です。民生委員、児童委員の待遇はどうでしょうか給与はなく活動費のみ支給なんですね。えー、ですからまあボランティアみたいなものということですね。必要経費だけはもらえますよというような形となります。4番です。2020年、令和2年調査だと民生委員は男女でどちらが多いでしょうか 女性が多いんですね。61%、61.5%が女性で、男性が38.5%となります。結構ね、女性の方が多いですね。5番です。特定の区域を担当せず、民生委員、児童委員と連携して、学校、児童相談所等、関係機関との連携調整を行う専門職は何でしょうか主任、児童委員。 となります。あまりね、聞いたことないかもしれないんですが、えー、こういった主任、児童委員というのもあるんですね。6番です。民生委員、児童委員から構成され、都道府県知事が市町村長の意見を聞いて定める区域ごとに組織されるのは何でしょうか民生委員、児童委員協議会ですね。7番です。 社会福祉や社会福祉主事任用資格を持っていることが任用要件で、市町村社会福祉協議会に配置される専門職は何でしょうか福祉活動専門員と言います。これちょっと押さえておいてほしいんですがえ、市町村社会福祉協議会に配置される専門職ですね。福祉活動専門員と言います。8番です。弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職以外で、 本人との親族関係がなく、他人の青年貢献人等になる方を何と言うでしょうか市民貢献人と言います、えー。今ですね、あの国の方で結構ですね、この市民貢献人という方を多く作ろうとしておりますね。えー、弁護士とか司法書士とかのこう専門職、 貢献人、たくさんいればいいんですが、なかなかまあなり手もなくて、で、なってほしいという方もね、たくさんいるんでですね、人手が足りないということなんですね。ですから、一般市民から貢献人になる方を要請しているということになります。9番です。市民貢献人は何を受け、どこから選任されるとなれるでしょうか市民貢献人要請講座を受け、家庭裁判所から選任、 ですね。そうすると市民貢献人になれるとなりますね。10番です。認知症についての正しい知識を身につけ、認知症を理解し、認知症患者や家族の支援を行う人を何というでしょうか認知症サポーターと言います。11番です。地域包括支援センターや市町村本庁などに配置され、 認知症の方や家族の支援を行う専門職は何でしょうか認知症地域支援推進員と言います。12番です。認知症の人や家族、地域住民、専門職などの集う場として設けられ、市町村が運営している場所を何と言うでしょうか認知症カフェと言います。まあ通称ですね、オレンジカフェと言われております。 13番です。専門職や専門機関などからなるネットワークと、近隣住民、友人、ボランティアなどからなるネットワークの双方が結合して援助活動を実践していくことを何と言うでしょうか。ソーシャルサポートネットワークと言います。14番です。利用者の福祉ニーズを充足させるために用いられる、あらゆる物的、人的資源のことを何と言うでしょうか。 社会資源と言いますね、えー。これも押さえておいてください。福祉ニーズを充足させるためのあらゆる物的人的資源、社会資源と言います。15番です。人々に訴え、世論を喚起しながら、行政機関や政府に適切な対応を求める組織的な活動を何と言うでしょうか。ソーシャルアクションと言います。16番です。 地域における福祉ニーズの把握方法として、調査者が直接質問をして、対象者が回答する方法を何と言うでしょうか面接法と言うんですね。えー、いろいろな方法があるんですが、まあ、あの、調査者が直接質問をして対象者が回答する方法、これを面接法と言います。17番です。面接法の種類を3つ答えましょう。 はい、えー、ここにある3つなんですけれども、構造化面接と反構造化面接、そして非構造化面接という3つですね、えー。構造化面接の方は、質問項目や質問順序をあらかじめ決めておき、それに厳密に沿って進めていく方法となります。反構造化面接の方は、あらかじめ詳細な質問項目は用意せず、大まかな質問項目だけを決めておき、 状況に応じて質問項目を変えていく方法となります。反あ、ごめんなさい、非構造化面接の方は、質問項目を特に決めずに、状況に応じて自由に質問をしていく方法ですね。この3つ覚えておいてください。18番です。グループインタビューの1つの方法で、グループ内での合意形成は目的とせず、参加者同士の相互作用を活用するのは何でしょうか フォーカスグループインタビューと言います。19番です。実際にその地へ出かけて調べることで、例として保健師が地域に出向いて地域住民の抱える健康問題を発見したりすることを何と言うでしょうか。地域倒査と言いますね。えー、まあ実際にですね、その地、その場所に出かけて調べることですね。これを地域倒査と言います。 20番です。質的なニーズの分析法として、新しい発想や仮説を想像するための方法を何と言うでしょうか ?KJ 法と言います。これ、河北二郎。 さんという方が発明した方法でまあそれで KJ 法というんですが、えー、付箋などにですねいろんなアイデアや思いつきまあ何でもいいんですがそういったことをどん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 書いていって、えー、ホワイトボードや壁にバン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 貼っていってですねそれを後でカテゴリー分けをしてですね、えー、新しい発想や、えー、仮説を想像していく方法ですね KJ 法有名なんで覚えておいてください21番です地域包括ケアシステムでは 地域の特性に合わせて何がそれぞれに役割を果たすことが求められるでしょうかはい。えー、女、助、女、助、女助、公助ですね。この4つの、まあ、助がつく言葉ですね。これがそれぞれに役割を果たすことが求められる。これ、それが地域包括ケアシステムとなります。22番です。2017年、平成29年の介護保険法改正では、 地域包括ケアシステムの進化、推進を目的として、地域包括支援センターに何が求められているでしょうかセンターによる自己評価と市町村による評価の義務化ですね。えー、まあ、あの、2017年の介護保険法改正でですね、地域包括ケアシステムにおいてですね、そのセンター自身の自己評価、 そして市町村による評価の義務化がなされたということですね。23番です。2020年令和2年社会福祉法改正により、地域生活課題の解決に資する包括的支援体制整備を目的に、何という事業が創設されたでしょうか 重層的支援体制整備事業というものですね。えー、これがですね、まあ3年前ですね。2020年の社会福祉法改正で創設された事業ということですね。重層的支援体制整備事業。これ結構出るかもしれませんね。えー、24番です。市町村は重層的支援体制整備事業を実施するときは、適切かつ効果的に実施するため、何を策定する努力義務があるでしょうか 重層的支援体制整備事業実施計画ですね。この実施計画を、まあ、市町村は策定をする努力義務なんです。また努力義務なんですね。があるということですね。25番です。地域ケア会議の開催は2014年平成26年の会合憲法改正で地域包括支援センターの業務からどこに変更となったでしょうか。市町村。 ですね。えー、2014年までは地域包括支援センターの業務だったんですね。地域ケア会議は。それが2014年以後は市町村の、まあ、義務、業務となったとなります。26番です。運営推進会議を設置することが義務付けられているのはどんな事業でしょうか二つ答えましょう。はい、一つが認知症対応型共同生活介護というもの。認知症グループホームのことですね。 それと、小規模多機能型居宅介護事業所ですね。この二つにおいては、運営推進会議は義務化なんですね。覚えておいてください。27番です。福祉サービス事業の評価方法は三つあります。答えましょう。はい。えー、一つがですね、ストラクチャー評価。まあ、あんまり聞いたことない言葉ですね。ストラクチャー評価というもの。これはですね、物的資源。 人的資源、組織的資源の評価ですね。物的資源は施設や設備、資金など。人的資源は職員数や職員の資質等ですね。組織的資源というのはスタッフ組織や、えー、相互検討の仕組み等があること。これがストラクチャー評価です。そして、えー、プロセス評価というのもあります。事業の目的達成に向けた家庭や活動状況を測る評価のことですね。 そして、サービスの満足度や継続率なども評価要素の一部となっております。で最後、アウトカム評価というものがあります、えー。事業の実施により生じる効果や成果などを測る評価のことですね、えー。こういったですね、ストラクチャー評価、プロセス評価、アウトカム評価という、えー、評価方法の3つが福祉サービス事業にはあるということですね。これも覚えておいてください。28番です。 福祉サービスの質と利用者の満足度を向上させるために活用できるマネジメントの仕組みを定めた世界標準の規格は何でしょうか ?ISO と言います。国際標準化機構と言いますね。え、これ ISO 結構有名な、まあ、あの、世界標準の規格なんですけれども、まあ、いろんなですね、え、ものにこの ISO は使われているんですが、福祉サービスの分野でもね、 あの分野でも質と利用者の満足度を向上させるためにこの国際標準化機構 ISO が使われているということを覚えておいてください。29番です。福祉施設でも品質管理や業務改善を行う活動を取り入れているところがあります。こういった活動を何と言うでしょうか ?QC 活動と言いますね。QC はクオリティコントロール。 ですね、えー、福祉施設でもと言っていますが、まあ、いわゆる一般の会社とかまあ、民間企業とかですね。は、品質の管理や業務改善を行う活動はまあ、当然当たり前のように行われております。で、で,でもですね。あの、福祉の、えー、世界ってあんまりですね。こういったことって言われなかったんですが、まあ、今ではですね。福祉施設ですね。福祉法人でも休止活動は行っていますよ。ということ。これも押さえておいてくださいね。 はい、えー。今回ですね、試験対策として、地域福祉の理論と方法の科目のまとめ動画を作っています。合格テキストの方の15から17の3つの動画となります。この科目を完璧にするために、何度も何度も聞き流しで BGM としてお使いくださいね。はい、えー。何度も何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてください。聞き流し、ながら聞きで OK ですのでね、生活のちょっとした隙間時間や空いた時間、通勤・通学の時間、 夜寝る前の30分とか、朝起きた後の15分や20分でもいいのでね、毎日少しでもコツコツと聞くことで、絶対に力はつきますのでね、えー、社会福祉試験まであとわずかですが、必、え、ず、ー、で,ですね、えー、成果は結びつくと思いますので、えー、しっかりと見て聞いて覚えてください。はい、えー、社会福祉の合格テキスト動画、まだまだ上げていきますので、よろしくお願いします。以上です。